さて、キバちゃん、はい、次は何でございますか。次はですね、おまけのコーナーなんですけども、タモリさんとシンスケさんが生まれてからの歴史を世相とともに振り返ってみようと思うんですけど。おまけかい、俺らは。おまけなの。おまけなの。いや、何やその表現。主役ですよ。ほら、人生のおまけ。とにかく、ご覧いただきましょうか。あちらに年表を作りましたので、置いてください。タモリさん。あんたアシスタントこれ すごいね、もんぺ入って登場してないよ。これちょっとざっと見てみましょうか。タモリさん、僕たちね、多分面白くないですよ。え、熊にあのミルクやったこともないし、煙突登ったこともないし、まあ普通ですよ。まあこれあの世相終戦街頭テレビね、はい、タモリさん生まれたんがこれです。昭和20年福岡市の大邸宅で誕生。これはまあ無性だと思いますけども20年生まれですか。20年だな。よし、ほんとご両親が仕込まれたのが19年。そう、もう敗戦目前で何をしてたんですか両親は。親父は戦争に行ってていなかった。よく俺近所探したよ、似てる人いないかと思って一応いなかった、ね、悲しい家庭関係だ。悲しい家庭関係だ。何年生まれ。僕31年です。あっか、まだだなこれね。小学校3年の時祖父より麻雀を習った。小学校3年で麻雀覚えたんですか。そうです。小学校2年で晩酌やってますからね。あら、晩酌でじいさんのお酒飲まないと俺は飯を食わせてもらえなかった。初めての二日酔いが小学校4年の半だった。31年ついにこの男が生まれます。はい、京都で大難産の末誕生ですね。これ誰が調べたんですか、ね、もう参道がこんなに小さくなって顔がこんなになっちゃったんですね。ここで母が休んだんですよ。本当に大難産でね、僕がこう出てきてここで母がね、やっと生まれたみたいな、ギューッと絞ったんです。絞ってね、こう絞って殴ったろ、殴ったろ、ほんまに。はい、でこういきますと、小さい頃は病弱な子だったんです。今もですけどね、病弱です。汗が全然出ません、はい、循環器系が最大の欠陥を示したわけですね。汗かかないんです。汗かかない。はい、すごいですね。はい、と、35年はい、中3の時生徒会、副委員長に就任。成績も優秀で男子生徒のナンバー3。その頃、私が生徒会の副会長として、はい、数々の生徒会の規則に改正に携わってた頃、この男は何をやってたかと、ドン。小学校入学、次第に顎が伸びる。あのね、これね、もう触れたくないんですけどね、冗談抜いてね、あの小学校の低学年の時は丸顔やったんです。ああ、すごい。さあ、伸びておりまして、38年、昭和38年朝からジャズ犬に所属、ねちっこい練習が性に合わずにマネージャーになる。その通りですね。そうこうしてるうちに44年この男は、はあ、その当時1年の一番初めですよ。マジでこれは実は入学して1年のね1学期勉強してすっごい成績良かったんですよ、うんうん、ほんならおばあちゃん死んだんですよ。マジで成績良くて、ほんで僕、いやいや違いますよ。たまたま、ほんで僕は勉強すると家族が死ぬと思ったんですよ。マジで、まあ、僕が一生懸命努力して勉強するとおばあちゃん死んだと、うん、これ以上勉強したら俺みなしごになってしまうと思いましたね。幼い中学生だね。それやめた。それからね、家族の健康のために勉強やめましたね。でその後昭和40、これぐらいですかね、中3の時突然悪くなる。これだよ、これだよ。昭和45年、はい、福岡朝日生命に私は入社いたしております。いや、すごいじゃないですか。これは今やって入れませんよ。おじのコネです。あ、そうですか。でしょうね。これね、今入ろうと思えば大したもんですよ。辞、はい、める人いませんよ、本当に。この頃、はい、タモリさんはその後ボーリング場支配人転職。このまま俺はええのに、お前流行りもんに行っちゃってやっぱり。長いな、なんだこれ、はい、それからフルーツパーラーと駐車場を経営してる人に雇われたのね。でしょう。これはびっくりしました。フルーツバーラーと駐車場を経営する金があるもんがなんでボウリング場に勤めたんかなと思いましたもん。でこれ2階にあのフルーツパーラーやっておりましてですね、はい、お昼間弁当を出したんですよ、はい、それのおかずの白菜とかですね、梅干しをずっと駐車場に並べて私作っておった。この頃に料理を全て私学んだ。梅干しを干す姿には一途な男の姿があった。なんだ、船かになっちゃいますか。私が梅干しを干してる頃、この男は何をやったかと言いますと、高校卒業後島田権之助、今来たように弟子入りした。
そうです。すぐ弟子入りしたの。ここ出てね、大学行ったんですけど、すぐ辞めましてね。で、弟子入りして2年間うちで知れない掃除洗濯水というね、本当に屈辱でしたね。2年間やったこんな人怒られますけどね、師匠にね。嫌でしょ、うん、2個まで山の中腹にあってね、買い物かを下げてかっこ悪いでしょ。この間まで不要でこんな頭してたやつがですよ。こんな頭くから七三に分けてですよ。ほい、買い物かを下げてこうやって歩くんですよ。白菜とかキャベツのとこやって。ほんだね、途中に指定の量があるんですよ。その前通るとみんなこう指定のやつがこうなって朝歩いていくんですよ。同い年ぐらいのやつが、うん、お嬢さんたちがもう恥ずかしいでしょ、うん、くそ、お前らいつか見とけよ、いつか仕返してるからな思ってね。仕返しした？しましたよ、もう本当にマックスファクターにまですごいですね。でも2年間共通するものはやっぱり白菜に関係があったあ、まあ、そうですね、白菜をね、そうそうそう、もう白菜持って歩いてたんですよ。昭和50年突然こうから姿を消す。すごいですね、姿を消しまして、はい、ジョン上京後赤塚不二夫らと出会い芸能人となる。そうです、昭和50年が私の一応デビュー。ここで芸能人になったんですね。そうそう、だからそっちの方があのキャリアは古いことになる。まあね、まあ、弟子ですけどね、まだね、1年先輩ということになる。で、芸能人となっていくらなんかをやってる頃、この男は松本龍一とコンビ結成。え、52年なの？そうです、僕ね、この頃さんまと、はい、50年頃ね、51年から52年の1年間は、うん、明石家さんまと2人で仕事をやってたんです。あ、そう。嘘ばっかついて。ばっかついて、2人で。あ、そう。2人で、あのプールサイドで水中縄抜けショー。木田天子の弟子やって嘘ついて言ったら、ギャラ高いんですよ。2人で、木田天子の弟子ですって、蝶ネクタイ締めてこんなことやってね。で、プールサイドで、水中縄抜けショーってさんま言うんです。客が集まらへんから、ね、パーッ集まってきて、さんま、お前どうすんねんって、お前やれって言うんですよ。大変、助けてあるからって、ね、手と足ロープで俺を踏みってね、プールの中掘り上がるの。水の中入ったらね、余計閉まって抜けないんですよ。どうしたのそれ。溺れますよ。もうあかん思いましたもん。ほんだら監視員の兄ちゃんが3人飛び込んで抱え上げてくれて、僕が見てガーッと入ってガーッと入ってふって見たら、あいつプールサイドでねひっくり返って笑ってます。悪いやつは殺人犯じゃん。そう、あいつはあんなやつです。すんごいことやってましたね。でコンビを組んだのはデュースキルなんですよね。その後に暴走族のスタイルで人気急上昇、スターの地位を固める。月給は15万円から50万円。これ誰が給料を決めたんですか。吉本こんなんくれませんよ。え、年収8万円でした。1年ギャラより高い交通費。そうですよ。すごいですね。そうです。昭和56年、はい、本屋最高がスタートしました。え、あんな、もうそんなあるんだよ。7年、8年目。8年目になる。はぁ、すごいですね。一方こちらは共通一時を受けようとしたがやめる。え、なんで。記憶いないですね。なんかそういうことあったね。記憶いないです僕。なんかあったね、そういうのが。東大行くとかなんか言われちゃった。僕今日から消しましたね。はい、笑っていても話題人以来芸能人でありながらサラリーマンのような毎日を送るのは現在に至る。はい、なんかこっちあるんだ。あるんですか、まだ。鈴鹿8時間耐久レースに出場、涙の初完走。歴史じゃないですね。大した歴史じゃないです、ね、やっぱタモリさん、僕らの歴史は浅いですわ。本当やっぱ僕今こう振り返ってね、うん、朝から生き方変えますわ僕、はい、今までのこの人生間違ってます。やっぱここらに煙突とかないとあかん。そう煙突登って48時間降りなかったとか。そうそう、熊に父やるとかね。単純だもんね。なんかねえ、これダメですよ。やっぱりこの辺で一つ作らんと。今年やりますよ僕。そうですか。家族で自転車乗ります。家族でやっちゃいますよ。家族で見たいさんの、はい、いろいろ。ところで、あ、ちょっとお待たせしました。静かでした。静かだった。あのタモリさんの歴史の中に隠された姿があったことが発覚したんですよ。え、あるの。あります。誰も見たことない。自信を持ってお送りしましょう。ではどうぞ。なんだうわーって。まだ見たいさん、やめんの。昭和22年、東京の街は不老少年であふれかえっています。あれあれや。タバコを吸う少年、そのタバコの吸い方もしっかり様になっています。そして白昼堂々と賭博にふけっているもの、夜の女性をからかって楽しむもの。しかしそんな少年たちの中にあって、ひたむきに働く森田少年のけなげな姿がありました。俺だ。あ、残ってんだね俺。当時10歳の森田少年の歩き方に生活の疲れが見えます。懐かしいな。昭和22年、ジュラルミン製の電車が初めてお目見えしました。そして庶民の足、輪郭にもジュラルミンが使われ、モダンな姿に生まれ変わりました。
もちろん無類の働き者のタモリさんがこの仕事をやっていないわけはありません。昭和21年、日本全国に深刻なインフレの嵐が吹きまくりました。一攫千金を夢見る人々は競馬場へ詰めかけました。まさかこの群衆の中に働き者のタモリさんを発見するとは思いませんでした。昭和25年、銀座で朝火事が発生。7世帯272坪を全半焼して約1時間後に鎮火。その現場に見事なまでに構成なさったタモリさんの姿がありました。昭和30年、当時の人気コメディアントニー谷さんの長男まさみちゃんの誘拐事件が発生。しかし犯人は逮捕され、まさみちゃんはトニーさんのもとへ。大宮駅に戻ってきたトニーさんのそばに付き人となっていたタモリさんがいました。はい、ここですよ。これよく集めたね、これ。これ膨大な VTR 見てサングラス探しただけじゃないですか。ではコマーシャルです。